はい、どうもこんにちは、モトです。今日はですね、こちらの、スイングマイキー115、これを使って釣りをしていきたいと思います。このスイングマイキーといえば、あの止めてる時も勝手に動いてくれるっていうね、あれが話題になってますけど、まあ、僕もね、実際に投げてみてマジで勝手に動きまくってるんですよ、こいつ。まあ、すごい魅力だなと思うんですけど、今日すごい爆風で、その風の中でね、止めて誘うっていうのはちょっと難しいと思うんで、どっちかっていうと、あの普通のクランクみたいにちょっとゴリゴリ巻いて釣る方で今日は行ってみたいと思います。なんで止めても使えるし、巻いても使えるっていう万能感をちょっと見せていけたらいいなと思いますね。本当はね、あのチャートカラーが欲しいなと思ってたんですけど、間に合わなかったっすね。でも本当見ての通り、今日は風が強くて波もザバザバなんで、こんな中でね、あのデッドスティッキングっていうんですかね、もう止めて、まあ、あの村上翔吾さんとかほっとけメジャーって言ってましたけど、あれが多分通用しないんで、こういう時は巻いて使うと。で、逆にあのここクリアウォーターなんで、こういう風が吹いてた方がね、こういう巻きの釣り、うわでかっ、こいつ毒持ってるやつじゃねえの、違うかな、うわ行っちゃったでかっ、あんな潜るんだ、ビビった。この微妙に虹みたいになってる雲のところが、わかるかな。よし、ガンガン投げて、ガンガン抜いていきます。このレベルのスピードで打つの久々だな。なんか普段の釣りの3倍ぐらいの量キャストしそうだな。今あの水中にでっかい岩があって、その岩の手前側にバスがいるんですけど、こっちを向いてるんですよ。なんで今あのこいつがそんなに沈まないから、竿先を思いっきり水中に突っ込んで、そいつの後ろから爆速でそいつの目の前に現れるってなったら、グッて反応したけど、食うにはいたな。ダメだ、もうちょっと潜ってほしいな、これ。いやー、一瞬反応したんだけどな、すっごいスピードで目の前にギュンって現れたら飛び出てきたんだけど、そこ止まりだった。すぐ定位置に戻っちゃった。うわ、来た普通に巻いてたら来たわ。よいしょ、
よいしょよいしょよいしょ。あ、バラしちゃった。くそ、マジかよ、バレちゃったじゃん、最悪や。バラさないように俺グラスロット持ってきたのにな。でも分かった、普通に巻いてれば釣れるってことが分かりました。すごい、もうなんか15センチぐらいのバスがチェイスしてきたな、すごい勢いで。でっけえあのバス。見てはいた、見てはいたよ。多分取れてないと思うんだけど、また一匹バラしましたね。ちっちゃいやつ、2バラしです現在。あ、チェイスあった。今度こそ、今度こそバラさんぞ。慎重に慎重に、巻きすぎない。はい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 、よいしょ。いやー、甘い、かかり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 甘い、甘い、甘いと。よし、あっぶねー。見てくださいこれ、一番2本かかってるけど、このこのかかりの甘さやばくないこれ。うわー、よかった、一応慎重にやり取りしといて。いやー、2バラシしてようやく1本釣れました。まあ30センチ、32、3センチぐらいですね。やったぜ、よかった。今日はもうポケットにね、このペンチとスマホだけ入れて、で腰にもうバッグもつけずに救命胴衣のみで、来たんで、もう本当にこのスイングマイキー以外投げられないという縛りを設けてきたんで、まあだからこそこうお人がね、深場にバスがいるのが見えても、まあこれ投げても届かないことは分かってるから諦めがついて、まあ、結果この一本にたどり着いたんだと思います。いや、よかった。なんかこいつ意外と腹出てないね、腹ぽっこりしてるよね、意外と。よかった、これもしかしたらね、今日グラスロットじゃなかったらバラしてたかもしれないし、グラス持ってきてよかった。ありがとうね、ありがとうね。おー、いったいったいった。いやー、よかった。いや、満足だな。まあでもちょっと投げながら帰ろうかな。うわ、目の前でバイトしてきた。見えたかな今の。釣ってないか、下向きにしてきゃよかった。ドンって下手したら釣れてた感じだったの今の。来
た来た来た来た、別のやつ。さすがに来ないっすね、2回目は。2匹にチェイスされて、1匹明らかにこう魚体になんか突っ込んできましたね。明らかにこう威嚇するというか攻撃する感じだったな、見てて。もうほんとこの目の前でドンって、最初なんかそのもっと先の方でなんか一瞬当たって、いやなんか最初障害物かなと思ったけど、そんなにレンジ下がってないのに当たるかなと思ったら、バスがついてたんで、多分そいつが2回バイトしてきたってことですね。さすがにもう来ねえか。なんかね、こうさっきの本当見えたバスは食性で食ってる感じがしなかったんだよな。なんかドンってつっついてくる感じで、こいつ自体もなんか結構そのラトル音がするんですよ。ほらほら、実はこいつラトル入ってて、だからドッグウォークしててもそうだし、普通に毎日でもそうなんだけど、結構こう聞いてるとカチャッカチャッカチャって聞こえるんですよね。だからなんかもしかしたらこのラトルも聞いてるのかもしれないですね。にしてもいいドッグウォークするような。こんにちは、どうですか。一本投げ、僕も一本投げです。あ、これで。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、ちょっと風が強かったっていうのもあって、あの普通のシャロークランクみたいな感じでゴリゴリ巻いてきたんですけど、どうにか一本釣ることができました。あの見ていただいた通り、あの今回使っていたタックルが、ゾディアスの 170MG っていうグラスコンポジットのロッドと、あとはリールが、タトゥーラ、SBTW の、ノーマルギアっていう、まあクランキングタックルでやってたんですけど、まああの普通の M クラスのロッドとか、あとはまあ MH クラスのロッドぐらいで使っていただくといいかなというふうに思います。でね、あのこのスイングマイキーも本当に万能というか、もういろんな使い方ができるんですよ。あのまあ今回みたいに強風の日であったりとか、あとはまあ濁りがあるフィールドとか、ローライトの日なんかは今回みたいなのをゴリゴリ巻いて使ってもいけると思うんですけど、それ以外にもあのカバー際とか、あとはストラクチャー際をあのドッグウォークで移動距離を抑えた、あのちょっとスローな感じでドッグウォークネチ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 して誘ってくるパターンだったりとか、あとはまああのジャックからの村上翔吾さんとかがやってたあのほっとけメソッドとか、本当に着水させてその水面の上で、例えば巻いてきて止めた後のステージだったりとか、もうカバー際で着水させてそのまんまふらーって風とか流れに乗せてゆっくり、本当にゆっくり動くんですよ、勝手に。そういう風に流れとか風に任せて、放置していくっていうのもすごい効くと思います。でこれ巻きだとあの早巻きからね、超デッドスローまですごい幅広いスピードで使えるんですけど、まあ、これからの時期あのアフターの魚を取っていくんであったら、あのもう超デッドスローであったり、もう本当に放置しておいてっていう方が釣れるかもしれないですね。これも何度も言ってる通り、あの風や流れに任せておくだけで勝手に動くんですけど、まあ、それで動かなくてもあの糸をダラーンって垂らして、その糸の重みでこう巻いてくるみたいな、でその糸吹きをずーっとゆっくり巻き取っていくっていうだけでも、もう本当に勝手に動いてくれるんで、あのなんかもう自分で動かしてるっていうより、本当にこいつが勝手に動いてるみたいな感じですね。なんであのそれもぜひ試してみてください。ってことで、あのこれから表層系のね反応がすごい良くなってくる時期ですし、これからも、まあ、この、スイングマイキーを使った釣りの動画をまた上げていこうと思いますんで、よかったらあのチャンネル登録してね、今後の動画もチェックしていただけたらありがたいです。ってことで、今回の動画は以上になります。よかったらあのチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。